はい皆さんこんばんこばは楽旅若村ですさあ本日は8月の28日月曜日です。 午後の七時になりました。さあ、本日も。ほぼほぼ毎日配信しています。らくたび通信ライブ版、今日ちょっと旅へ。本日もスタートしたいと思います。拍手。さあ、いよいよですね。八月も。あと残りわずかです。もうあっという間に日が過ぎているような感じです。 8月18日の誕生日から、もうあっという間に10日が過ぎて、今日は8月の28日です。もうあと29、30、31と、3日間過ごしますと9月になります。あっという間に、ちょっとずつですね、秋の訪れを感じるようになってきました。もうこの楽旅京町屋でも、夜になりますと裏庭に秋の虫、スズムシが鳴くようになってきました。 でオフィスを出てたこやくし通りを歩いて西へ行きますと三佐山公園という、まあ、子どもたちが遊ぶ昼間は大変にぎやかな公園がありますそちらも夜になりますと秋の虫いよいよ鈴虫がたくさん鳴いていましてちょっとずつではありますけれども夏から秋へと季節が移ろっている、まあ、それを感じるようになってきました 8月の上旬や中旬ほどの35度を超える暑さはちょっと今控えていまして京都もまだあの頃に比べるとちょっと過ごしやすくなってきました朝晩も、まあ、涼しいとまでは全くまだまだいきませんけれどもかつてのもう朝から汗が流れるような暑さではなくなってきました、まあ、ちょっとずつ本当にちょっとずつですけれども季節が移ろっているんじゃないかと思います 台風も同時ににつ発生してて大陸の方に近づいています、まあ、日本列島の中心にはこちら、来ないようなんですけれども、まあ、これから秋が深まりますと台風シーズンの本番となりますので、まあ、その辺りもちょっとね、まあ、季節が移ろうのは涼しくなってありがたいんですけれども、まあ、台風シーズンになるのはまたねちょっと被害がないことを願いながらということになってくると思います。 先日土曜日は上市県のビアガーデンに行ってきました。もう満席でした。何やらお伺いしてみますと、この夏のビアガーデンシーズンで一番予約が入っていた日なんだそうです。私たちも夕方の6時からお席に着かしていただいたんですが、2時間ぴったりで、 すいませんがお席を開けていただけませんかと言われまして、ね、きれいに開けました5分前の7時55分にはもうみんなで退席しましておそらくね8時から次のお席が満席みたいなんですよ確かに私たちの周りを見てましても5時半または6時から入った人々がちょうど2時間後の7時半とか8時に皆退席をして1回ガラーンとしたんですよ ガランと人がいなくなったんですその後もう一度一巡お客様が入っているはずなんです確かに出る時に上市県株連城の玄関に行きますともうたくさんの人が次の8時からのお席や8時半からのお席を待っていたようで結構なにぎわいでしたそうですよねまあ土曜日曜ということでしかも8月の最後の土曜日曜が 一昨日と昨日日とででししたから大変なにぎわいでした今日あたりどうでしょう、飲食店はちょっと落ち着いてるんじゃないでしょうか、先日、2年の山田さんとお話をしてますと、8月の下旬はやっぱり皆さん、お盆でお金を使って、ちょっとね、夏休みも終わり、子どもたちも宿題が大変ですから、あんまりこうお出かけがなくて、飲食店の仕入れも少ないみたいなんです。さらにあの 8月の15日が台風でしたのでお魚の量、つまり魚もなかなか流通しなかったこともあったりして、まあ、いろんな条件が重なったんでしょうか先日、市場に行ったら仕入れている業者が少なかったと山田さんが言っていました、まあ、いろいろあるんでしょうね、私たちの見えないところでも何かそういう変化とかあれ、なんでかなということがやっぱり起こってるんですね。 京都は観光で言いますと今は少しお客様落ち着いている感じです。海外からの人も今ちょっとどうなんでしょうバカンスのシーズンが終わるのか、まあ、欧米の方もアジア系の方も含めてちょっと今旅行に来られている方人数は落ち着いているのかなと思っています。まあ、そんなちょっとね暑さもありましたけれども落ち着いてきたそんな8月下旬の京都なんです。 ただね私個人的に言いますともう9月の1日からスケジュールがばーっとあの修学旅行向けの講演なども9月の1日から一気にまた京都は秋の修学旅行シーズンに9月の1日からもう突入しますまた再び関東からは修学旅行専用列車が新幹線が動きまして一気に京都へと修学旅行生来られます。そのののための学校での事前講演と 京都に来た宿での宿公演ともうどちらも連日9月の1日以降始まっていまして9月の1日は私も日帰りで東京に来ますし、えー、次々と東京方面やまた京都での公演などが控えておりまして一気にね、まあ、修学旅行も含め一般の皆様も含めて観光シーズン秋の観光シーズンがこの後やってきますので一気に私たち楽旅も 忙しくくななってくるのかなと思います何かこう今はね嵐の前の、まあ、静けさというような感じです。とはいえね今ラクタビ通信の秋号制作にもう佳境に入っておりまして今日も私何本か企画を作りましてもうまだねあと 二つ三つあるんですけれども、なんとかあの今月末には発送しまして皆様のお手元にえ週明けにはお届けできるようにと思っていますので、ぜひねもう少しお待ちをいただれいただいたらと思います。秋の10月から12月の企画を今ね大詰め段階になっています。はい。さあそれでは今日ちょっと旅へ。本日もどこかのお寺どこかの神社へとトークで旅をしてみたいと思います。 それでは恒例となりますがこの箱の中に入っている旅くじを引いて本日のトークテーマを決めてみたいと思いますそれではいきますくじ取り式ですさあ行きますよ今またね今日から新しくインターンシップの学生が来られています今日はねもう時間になりましたので帰宅しましたけれども今日は朝10時から新たに 京都の大学コンソーシアムの方から選ばれたまあ選ばれし学生だと思いますけれどもラクタビの方にも一名今インターンシップが来ていますね、いろんな学びを深めていただきたいと思いますねそれでいきますこちらこちらを本日のトークテーマとしてみたいと思いますそれでは続きましてこのくじの中身を改めますくじ改めですまずは 私が中身を確認しましてどんな内容か皆様にヒントを1つ2つ3つと出していきます皆さんはそのヒントを聞きながらあそこのお寺かないやあそこの神社じゃないかななどぜひ考えながら聞いていただきたいと思います分かったーという人はですね、ぜひコメント欄に何とか寺何とか神社と書き込んで さあどれぐらい強盗を知ってるか腕試しをしていただきたいと思いますそれでは行きますくじ改めですさあ行きますよ本日のトークテーマは何でしょうおお久しぶりに出ました当たりくじではないですが結構最近人気の あのテーマであの神社をご案内します散歩シリーズですあたかもその神社お寺を今散策しているお参りしているかのようにその神社境内お参りをするそんな感じでご案内をしてみたいと思います散歩シリーズですどこの神社でしょうまあかなり有名で おそらく皆さん全員が知っていると思います。まあ京都を代表する風景の一つでもありますし大きなお祭りもその神社では行われています。今日旅くじのトーークテーマは神様がかつて 御頭天皇と称された神様を主催人に祭りその神様の奥様とお二人の間に生まれたお子様親子で三柱の神様としてお祭りをされている場所です。全国の 同じ神様を祭り、同じご利益を願う神社のグループで言いますと、総本宮にあたるお社です。全国の一番ということです。全国約3000と言われておりまして、その神社グループの総本宮にあたる神社です。まもなく、せっかくなのでちょっと先に、 神様の世界いよいよ今週末9月の2日土曜日夜の7時30分から「神道よくわかる神の世界」ということで人気シリーズ第8弾「八百万神」についての講演があります。この講義を聞けば今日のような神社のグループ神様の言われその歴史ご利益までありとあらゆる神道の謎が解けてきます。 ぜひ9月の2日、こちら、ご受講いただきたいいと思いますさあ今日の神社、場所は四条通り、り東の突き当たり、赤い楼門をくぐり、皆様、中の境内へと進み、大きな祇園造りと呼ばれる本殿、国宝に指定され、7月には祇園祭りが行われている神社です。 さあ皆さんこれは今日全員わかりましたかそうです本日は大人気の散歩シリーズ八坂神社のトークテーマですさあ皆さん八坂神社誰しもが一度は京都参拝のり京都観光のりに訪ねたことがあるんじゃないでしょうか市場通りの東の端 赤い楼門をくぐりますとかつて祇園者と呼ばれました五頭天皇現在は須佐能の御事と称される疫病退散の神様を祀るお社がやってきます妻は串灘姫の御事さらにお二人の間には矢柱の御子神が生まれ三柱親子で祀られたという厄よけ疫病退散などを願い 千年を超えて信仰を深める親しろなんです毎年7月に祇園祭りを取り行うことでもよく知られていますその赤い楼門まあ、かつてはこの八坂神社大変仏教の影響が強かったことからまあ、本来神社は鳥居をくぐって中参拝しますけれども確かに入り口に赤い楼門がまず見えてくるのもかつての仏教 仏様の世界が大きくこの神社に影響を今も色濃く残しているということなんです神仏一体となる神仏集合の習わしが今も色濃く残るこの八坂神社なんですさあその西楼門と称される市場通り突き当たり門をくぐりますと左手に長図がありますだいたいここね修学旅行ですとここでまず 手の清め方ご案内させていただいて皆様で上手術で体を清め一般の、ね、社会人の場合は一般の皆様のような大人の方にはね自分でもう身が汚れすぎていると思う人二度、三度清めてくださいと言うんですよあ俺はもうだいぶせなあかんわというような、ね、人もいますけれども。 まあそうして手水で身を清めてさらに境内進みますと西楼門から最も近いところにお祭りされているのが駅神社八坂神社の伝承では駅病退散祇園祭の物語の一つ庶民将来にまつわる伝説を秘めた庶民将来を祭るお社が一番最初に出てきます。 駅病の駅に神社と書いて駅神社と言います祇園祭りの一ヶ月にわたる祭りの一番最後7月の31日に駅神社で名護祭祭という祭りが行われることでも知られていますさあそしてそこで右曲がりますとだいたい、ね、今も観光客の方が多くなってきましたので屋台が今八坂神社の中ちょうど西楼門入ってすぐあたりに 週末の土曜日曜日中心に屋台も並んでいますその屋台を見ながらでもたくさんの小さな社があって右手には北向き恵比寿社左手には先日出てきた縁結びの大国主を御事を祭る大国主の御彦を祭る大国社があってそうして右手の社務所をご覧いただきながらさらに進むと 左奥に大きな御本殿が出てくるんです。神仏集合の習わしから、お寺のような大きな本堂のような。そんな大型建築の神社建築。祇園造りの大きな建物が見えてきまして、近年国宝に指定されました。で、そちら。お参りをして、大体ね、皆さん。あの、鈴を鳴らして。 おさい銭を入れてということなんですが、最近はね、観光客が多いときは、もう鈴もちょっと取り外して、初詣なんかですとね、もうみんなが鳴らしていると時間ありませんから、もう今ね、鈴が外れていることも多いですね。コロナの時期は、おさい銭箱に手を差し出すと、そう、接触感染が危なかったので、手を触れずにカランカランカランという鈴が鳴らせるよう、こう、 センサーが反応して電子音で電子の音でこの鈴の音が流れてきました大きな御本殿中には昇殿参拝をされる方もいらっしゃいます建物に上がっての中で御祈祷です七五三もありますし祇園祭ですと各山穂町の参拝の折にもまたその中での御参拝ができることもありますまたはお線路などでは ぐるりと時計回りに3度回って町内のみんなで回ったりもしますそういうさまざまな今も地域に根差した神社として多くの方が参拝していますでよくね観光で行くのはさらに本殿超えた奥に美しい御前者というこれもまた以前にこの旅くじに出てきましたけれども美人の祈願で多くの人が訪れるという美しい御前者 神様としては九州、福岡の玄界灘に面した世界遺産、宗像大社の神様、一木島姫の神を含め、宗像三女神と申しますが、その美しい女神様を祀ることから、美人祈願に熱いお社もあったりします。まあ、これ本殿のすさの,おの,みことの 腰に帯びていた刀から生まれた神様ということで本殿の神様とゆかりの胸型の神様ということで拙者本殿の神様とゆかりのある神様がまた小さな社に祀られるとこれを拙者と言いましてこの拙者にお祭りされる神様が美人祈願としてもね大変数計受けています特に八坂神社といいますと門前に祇園芸妓さん舞妓さんがおもてなしの文化を伝える町 加害もありますから、舞妓さんもよく美人祈願に訪れるという美しい御前車です。で、意外とね、それ以外にもまだスサノオの実子の姉にあたるのが伊勢神宮の神様アマテラス大神ですから、神明作りの伊勢神宮と同じようなやしろまったり、またスサノオの実子の アラミタマという生まれたばかりの荒々しい力を秘めたアラミタマを祀る悪王子というお社もあったりと意外とねあのこじんまりとした境内ではありますけれども由緒ある神様古事記日本書紀などに出てくる須佐能御子とゆかりのお社神様たくさんありますのでぜひまたじっくりとねお参りをいただきたいと思います。私おすすめは実は実ね西門入って 普通、皆さん右に行きまして社務所本殿参拝に行きますが左行きますと絵馬殿絵馬を大きくかける、ね、建物がありましてね、まあ、そこ、よーく見るといろんな絵馬絵馬といってね皆さん、普通はこれぐらいの小さな絵馬を、ね、かけて神様にいろんな願いしますが、あのー、いろんな神社に行きますとね絵馬をかける大きな建物があってそこに もうう額のよなな大きな夢がかかってますねその中の一つにね、私たち祇園祭でご奉仕をさせていただいています、あの活挙山の大きな大きな大きな絵馬が一つかかっているんですよ。その建物の一番右の方になりますので、また八坂神社に行きましたら、その祇園祭り、活挙山の 大きな絵馬を西楼門入って右の本殿ではなくて左の方に進んで一度またご覧いただきたいと思います。またねこれよーく見てるとねいろんな趣深いまた芸能の神様歌の神様としても須佐能実ことはあがめられてきましたので芸能関係また歌を詠む和歌の関係などさまざまな願いを持ってかけられた大絵馬 大きな山がありますのでなかなかね左って行かないと思うんですけどもそちらの方をまた回ってご参拝をねしていただいたらと思います。はい、ということで今日はこの八坂神社の散歩シリーズ西楼門からのこの八坂神社の境内をねご紹介させていただきました。ほぼほぼぼ毎日日配信信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ 本日のトークはここまでとなります。さあ、この後もまたちょっとらくたび通信の企画一つ二つ。今日のうちにやっておきたいと思います。さあ、それでは、先ほども申しましたが、皆さん。今日のような神と神様の世界の奥深い。魅力をたっぷりお届けします。九月の二日の土曜日の夜、オンライン講座になりますので。 どこでもいつでも見逃し配信もありますのでぜひ気楽にご受講いただきたいと思いますリンク貼っておきますのでぜひポチッとクリックをしてねお申し込みをいただきたいと思いますこれから文化の秋ですから神道を学び秋京都に旅行に来るときにその奥深い神道の世界をご利益を求めていろんな神社お参りをねいただきたいと思います、はい、さあそれでは最後になりますが心にハートに元気をチャージする 合言葉で締めくりますさあ皆さん合言葉はきっともっと京都を好きになるこの好きになるというか皆さんも大合唱いただきまして手にはハートマークを作って今日も京都からたくさんの元気をお届けします皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思いますそれでは行きますきっともっと と京都を好きになる。ということで、本日は午後の7時からお届けしました、ラク旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ、明日は、またね、ちょっとこう仕事の進み具合によって、3時か7時か、どちらかで明日もお届けしたいと思いますので、ちょっとどっちになるか分かりませんけれども。 明日もお楽しみいただきたいと思います。それでは、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、ポチー